次の目、場所は確か前に行ったタリムの洞窟からすぐ東だったな。後悔させてあげます。ダイナミック、こんなところかな。お疲れ様です。倒れた木で先に進めないな。どうしましょう。そうだな、こんなとこに脇道が。ほほう、ならばここから先に進みますか。いや、ちょっと待て、何か大型の獣かもしれないな。様子を見てくるから、ここで待っていてくれ。すみません、足がしびれてきたんですけど。あっそう。見たくせに。僕の裸見たくせに。いやだからそれは偶然というか事故っていうか、つまりわざとじゃなくてだな。ひどいよ、絶対に旦那様にしか見せちゃいけないのに。どうしよう、いっそこのまま泉に身を投げて。おい、そんな大層なことかよ。クレイスさん、何言ってるんですか。女の子には大切なことですよ。右と左に同じ。そうだ、だったら君を僕のお婿さんにすればいいんだ。これでパンチ解決。ほほう、そうきましたか。ちょっと待て、そんなこと勝手に決めるなよ。どうして僕のこと気
た。泣かした、泣かした。いや、だって、ほら。嫌いとか好きとか言われても、俺たちまだ会ったばかりだし。そうだよね。じゃあ、こうしよう。君が僕のお婿さんになってくれるまで、僕、一生君についていくよ。よろしくね、ダーリン。なんだそのダーリンってのは。いや、そうじゃなくて、一生ついてくるって、そんなことオーケーできるわけないだろ。なあみんな、そうだろ。私、ティノーさんの気持ちよくわかります。力になって差し上げたいです。まったくです。なんとけなげな乙女心でしょう。私、感動いたしました。袖すり合うも多少の縁と言いますし、ぜひご一緒いたしましょう。ありがとうみんな。じゃあ改めて自己紹介するね。僕はティノン・エルサント。武者修行で世界を回ってるんだ。よろしくね。セフィーロード・ホルンです。クレイスさんに手伝ってもらって宝玉を探しています。よろしくお願いします。宝玉？まあいいや、後で説明してね。よろしく、セフィーちゃん。メルローズ・キルシュです。メルとでも呼んでください。通りすがりの美少女魔法使いです。以降お見知りおきを。メルローズ・キルシュ、なんだか聞いたことがあるような。あ、もしかして魔法都市軍の総代？いえいえいえ、まったくの人違い。あなたと同じね、エルサントさん。え？ああ、そうだよね。よろしく、メル。そして、そこでほうけてるのがクレイズさんなんですけど。さあ、しっかりしてください。迷いの森はもうすぐそこなんですから。ああ、じゃあ行こうか。よろしくね、ダーリン。僕、頑張るよ。ほほほ。迷いの森、ティノさんもここに来る予定だったんですか？目的があったわけじゃないんだけど、修行の一環でね。あ、そういえばみんなはどんな理由でここに来たの？私たちは宝玉を集めているんです。宝玉？百聞は一見にしかずと言いますし、ディノン城にもすぐにわかりますよ。それもそうだね。それにしても迷いの森か。みんな初めてなの？少なくとも俺は初めてだな。みんなそうみたいだな。そうですね。とはいえ、やるしかないんだよな。頑張りましょう。おー。
私が守ります。ケブリーさん、おいでね。行き止まりみたいだな。行くぞ。頑張ります。地獄の沙汰も金次第。行くぞ。すごいわよ。私が守ります。おいでね。
いでますよ。やったー、やったこんなところかな。なんだ、また行き止まりか。もう。死して屍に拾うものなし。地獄に落ちなさい。
行くぞ。頑張ります。やったおいでなさい。やったやった。